た。増します。天使が舞い降りた。何この子、すっごい可愛い。ん、はじめまして、城崎花です。星の都です。花ちゃん、絶対こういうの似合うよな。いっそのこと私も友達になったりできないかな。でも顔合わせて冷静に話せる気がしないし。あ、そうだ、顔合わせなきゃいいんだ。どうした、ミャーネそこで倒れてるのがそうじゃない？え？食べ物あげればおとなしくなる。ちょろい、そしてかわいい。あ、私も撫でてみようかな。ちゃん、知らない人にお菓子もらってもついていったらダメだからね。私はそんなにバカじゃないですから。それで、おいしいお菓子って何ですか？プリンだけど。プリン？本当に大丈夫かな。うわ、花服ダサダサ。でもお姉さんは可愛いって。嘘ついたんですか。母さん、おかえり。お邪魔してます。ああ、あなたが花ちゃんね。あ、花ちゃんとお風呂入っちゃいな。はーい。私お腹いっぱいかも。うえ、お姉さん。お母さんか。夕飯前に何かし食わせてんだ。ごめんなさい。白く輝く奇跡の花、ホワイトリリー。こんな姿誰かに見られたらもう私生きていけない。ん、白く輝く奇跡の花、ホワイトリリー。ひなた、お邪魔します。お姉さん、いらっしゃい。花ちゃん、ん、最後にミアさん、これに着替えてきて。え、わ、私審査員なんじゃ。はめられた。花ちゃんとひなたちゃんを見ても言える。え、お姉さんのコスプレ、ミア姉が着るのか。美によってこの衣装、まさか最初から私をバカにするつもりで。ミャーネと寝るの久しぶり。いや、3日に1回くらい寝てあげてるでしょ。私は毎日がいいな。ひなたはお姉ちゃんを殺す気？ミャーネ、ひなた。でもお姉ちゃんがいるのはいいな。私一人っ子だし。ミャーネは私のお姉ちゃんだけど、少しだけなら花に貸してあげてもいいぞ。いらない。ミャーネ。何それ、その粘土の生首は何？ミャーネ、上手にできたね。ミャーさん、クラスで人気あるから。え、人気？なんで？ひなたがずっとお姉さん自慢してたらいつの間にか。おいしいおやつを作ってくれる、おしとやかで優しい美人のお姉さんってことになってる。誰？地味にも会ってないよ。私こんなだよ。いつかその子たちに会った時にボロカスに言われるの想像しただけでもう泣きそう。何この暗い人。これがひなたちゃんのお姉ちゃん？がっかり。なんとしてもはなちゃんのあの姿をカメラに収めねば。普段から写真撮られることをあんまり快く思ってない花ちゃんが外で撮らせてくれるとは思えない。だから私ができることは一つ、バレないようにこっそり撮る。すいません、ちょっとお話よろしいですか？